こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では先日発表になりましたユニクロ U の2021年春夏コレクションの商品の中からこれは気になるよというものをですね、いくつかピックアップをして皆さんと一緒にシェアをしてみたいなというふうに思っています。まあ、この時期はですね、毎年恒例になっているんですけども、今年もですね、ユニクロ U の新しい商品が1月の末に発売になるわけですね。今ちょうどですね、冬の一番寒い時期なのに春夏の商品といってもですね、なかなかピンと来づらいところではあるんですが、やはりですね、商品を見てみると結構魅力的なものが多かったので、今回はですね、皆さんと一緒に僕が気になるものをですね、シェアしていきたいなというふうに思っています。まあ、早速ですね、見ていきたいなと思うんですが、まあ、今回はですね、全体的に見て商品量はですね、いつもと比べてやや少ないような感じがするんですが、気のせいなのかな。まあ、その中でも僕が気になっているのは、まずはアウター類からお話をしたいなと思うんですが、ラージシャツジャケットというアイテム、これはですね、めちゃくちゃ良さそうな気がしてるんですね。まあ、カラー展開はブラックとブラウンとブルー3色になっていて、どれもいいんですが、まあ、その中でもですね、僕が一番欲しいなと思っているのが68番のブルーですね。これはめちゃくちゃいい色だなというふうに思っています。まあ、ネイビーともまたちょっと違った色味なんですけども、ブルーと言いながらもですね、かなり濃いめの色で、少しですね、グレーがかっているような非常に綺麗な色合いになっているかなというふうに思っています。ブラックもベーシックで使いやすいかなと思うんですが、ちょっとですね、着こなしの中でアクセント的に使いたいのであれば、ブルーがいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、特に僕の場合はですね、ブラックジーンズだとかブラックのスラックスを履くことが多いので、ちょっと色を変化つけた方がおしゃれに見えやすいかなと思っているので、このブルーはですね、かなりいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、そもそもですね、このシャツジャケットというのは去年ぐらいからいろんなブランドでですね、リリースされるようになりまして、もちろんユニクロ U でも去年の春夏でこういったものの取り扱いがあったんですが、今年も継続してこういったアイテムがラインナップされているんですね。まあ、ちょうどですね、僕も今着てるのがそういったジャンルのものになるんですが、見た目はシャツっぽいんですけども、少しですね、生地が厚めになっていて、アウター感覚で軽く羽織りやすいというところで、結構これが使いやすいんですね。このですね、春夏のユニクロ U のジャージーシャツジャケットもですね、結構注目をしています。まあ、デザインの特徴なんですけども、結構ですね、胸ポケットが左右対称についてるんですが、これがですね、結構大ぶりで、デザイン的にもちょっとしたアクセントになってるんですね。で、着丈もですね、結構今回は短めでコンパクトな作りになっているのかなというふうに思っています。これはですね、実物を見てみないとわからないところではあるんですが、まず間違いなくどれかの色は買うかなというふうに思っています。一押しはブルーで、鉄板はブラックなんですけども、ブラウンもまたですね、ベージュとブラウンの間ぐらいの非常にいい色味になって、これまた気になるところなので、1色は買いたいんですが、ひょっとしたら2色買いもありえるかなと思っているぐらいですね、注目しているアイテムになっています。で、続いてアウタージャンルの中で気になっているのはフーデッドコートというアイテムですね。これもなかなか良さそうですね。着丈が長いですね、ロングコートに比べるとそんなに長すぎないのがですね、こういったフーデッドコートの良いところなのかなというふうに思っています。前回ですね、2020年の秋冬でユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションシリーズの中でモッツコートがあったんですが、それとですね、結構雰囲気的には似た商品なのかなというふうに思っています。着丈が長すぎずに、かといって短すぎなくて、適度に大人っぽく見えながらもですね、これぐらいの着丈だと結構足さばきもいいので、意外と使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。で、デザイン的には結構シンプルなんですけども、フードがついているところで程よくカジュアル感みたいなところも出せますし、大ぶりのポケットなんかもすごくいいバランスでついていて、これはですね、なかなか雰囲気がいいんじゃないのかなというふうに思っています。僕はこの中では、ベーシックなブラックがいいかなと思うんですが、意外とですね、ナチュラルのカラーもですね、これは差し色としては春夏には使いやすいかなというふうに思っています。ただ僕がこれを実際に着るとしたら、子供と公園で遊ぶときにガンガンに使いたいなと思っているので、甘いですね、明るい色だと汚れが目立つので、ブラックを買うんじゃないのかなというふうに思っています。これはですね、なかなか使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなというふうに思っています。はい、続いて気になるのがですね、ステンカラーコートですね。これまた、ベーシックなアイテムで、ユニクロの通常ラインでもですね、こういったものは展開してるんですが、このアイテムをベースにユニクロ U がデザインすると、どのような違いが現れるのか、ここがですね、結構楽しみな点なのかなというふうに思っています。シンプルなデザインではあるんですが、 A ラインのコートというところでタイトな作りというよりは少しゆったりめのシルエットになっているんですが、そこまでですね、ビッグシルエットに振りすぎていないので、
僕ら世代でもですね、こういったものは使いやすいのかなというふうに思っています。そして色の展開なんですが、2色ですね、ダークグレーとベージュというところで、まあ、どちらの色味もすごくいいかなと思うんですが、やっぱり注目はですね、ダークグレーかなというふうに思っています。この色というのはですね、この1年ぐらい僕の動画の中でもですね、よく出てくるような色合いなのかなというふうに思っています。まあ、本来グレーというとちょっとやぼったくておじさんっぽいイメージもあるんですが、このダークグレーというのは都会的でシャープな雰囲気が漂うので、なかなかですね、今っぽくていい色かなというふうに思っています。前回のユニクロ U ですとか、あとはプラス J でもこのですね、ダークグレーは多かったんですが、今回のステンカラーコートもこのダークグレーはめちゃくちゃいいなというふうに思っていまして、これもおそらく買うんじゃないのかなというふうに思っています。で、僕が結構注目しているのは素材なんですよね。ユニクロの定番のステンカラーコートってポリエステル 100% なので、ちょっとですね、河川っぽさというところが目立ってしまって、形はいいなと思うんですけども、素材の風合いがあまり好きではないので買うことはないんですけども、今回のこちらのユニクロのステンカラーコートに関してはコットンとポリエステルをブレンドしてあるので、少しですね、風合いが変わってくるのかなというふうに思っています。 100% のポリエステルよりはもうちょっと自然な風合いになるのかなと思っているので、その点も注目しながら購入したいなと思うんですが、なかなかですね、これは良さそうな気がしているので、今回もアウター系は豊作なのかなというふうに思っています。続いて注目しているのは 3D クルーネックセーターですね。これはですね、もう定番的な丸首のニットというところで、もう安定感があって間違いのないチョイスなのかなというふうに思っています。まあ、今回は 3D ニットということで、シルエットの美しさというところも注目したいところなのかなというふうに思っています。で、シルエットに関してはめちゃくちゃ細身というよりは適度にゆとりがあって今っぽい雰囲気に仕上がっているのかなというふうに思っています。目が細かいよりはですね、割とざっくりとした編み方になっているので、そういった点も春夏の軽さみたいな部分が表現できるので、なかなかいいような気がしています。で、色はですね、まあ鉄板で使いやすいのはブラックだとかナチュラルかなと思うんですね。まあ、ブラックは特に定番的なんですが、僕は春夏っぽさを出すのであればナチュラルが使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、特にですね、先ほどご紹介したステンカラーコートだとかシャツアウターが濃い色になる可能性が高いので、そういった時に内側に着るものは差し色的なですね、明るい色の方がバランスが取りやすいかなと思うので、ナチュラルをちょっと選びたいなというふうに思っています。ちょっと気になってるのがグリーンですね。これが差し色として綺麗に映えればですね、買ってみるのもいいかなと思うんですが、今回 3D ニットというところもぜひ皆さんには注目していただきたいなというふうに思っています。で、シャツジャンルなんですけども、ここはですね、まあ、なかなか良さそうには思うんですが、僕はですね、今回この中でちょっと注目をしているのはワイドフィットスタンドカラーストライプシャツというものですね。これもですね、ちょっと今っぽい雰囲気があるようなシャツで、襟が通常の襟型ではなくてバンド状の襟がついているものなんですけども、こういったものはですね、ここ数年のトレンドアイテムになっていまして、その中でも胸ポケットが左右対称についているところで1枚で着てもですね、結構主張があってすごくバランスのいいシャツになっているのかなというふうに思っています。で、気になるのがですね、ストライプ柄が入っているところで、これがですね、僕は無地の方が使いやすかったかなとは思ってるんですが、ちょっとこれは実物を見ないとわからないところですが、基本的なデザイン自体はすごく好みなので、こちらもちょっと注目をしています。先ほどまでご紹介したアイテムに比べると、そこまでですね、マストで買うべきという感じはしないんですが、ちょっと個人的には注目しているアイテムなのかなというふうに思っています。そして T シャツスウェットジャンルなんですが、このあたりは定番ですね。まあ、去年から何度もお伝えしています通り、エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツというところは定番で、今年も新色が出ているので、ここら辺に関してはですね、ちょこちょことまた買い足したいなと思ってるんですが、この中で目新しさというところを感じるものはそこまでないかもしれないですね。まあ、僕が気になって購入を考えているのは、毎シーズンこれも定番になってますが、ワイドフィットスウェットプルパーカーですね。これはですね、早いうちに買わないと結構売り切れになってしまうんですね。で、今回ですね、僕が注目しているのはカーキですね。この色合いがすごくいいなと思ってまして、ちょっとグレーがかったカーキがですね、すごくいい雰囲気なので、ブラックのパンツと合わせながらこちらは活用したいなというふうに思っています。もしくはベージュなんかもいいし、ちょっと強めのピンクみたいなものも良くて、まあ、このシーズンにしかないようなカラーというところを、こういったスウェットプルパーカーで冒険してみるのもですね、なかなかいいのかなというふうに思っています。
はい、続いてラストボトムスになるんですけども、まあ、ボトムスに関してはちょっとした変化が感じられるんですね。ここ最近はビッグシルエットというところがトレンドになっていて、ユニクロ U もですね、結構サイズ感がゆったりめのボトムスが多かったんですが、今回はあまり大胆にビッグシルエットのものよりはレギュラーフィットぐらいのものもちょっと増えてるのかなという印象があります。その中で気になっているのがレギュラーフィットテーパードパンツですね。これに関してはすごく使い勝手がいいのかなというふうに思っています。パンツのシルエットも極端に大きいものではなくて、このようにレギュラーフィットではあるんだけども膝下から細くないようなパンツ、こういったものがですね今後はちょっと増えていくのかなというふうに思っています。このパンツに関してはすごく使い勝手が良さそうなので、ブラックかダークグレーをですね僕は購入をしてみたいなというふうに思っています。この写真にもあるようにですね、丈の長さは首丈ぐらいにしてくるぶしを見せながらですね軽快に履きたいなというふうに思っています。僕はですね通常のウエスト73だとちょっとですね大きい可能性があるので、ウェブで70を買いたいなと思っているので、ここはスピード勝負になるかなと思うんですね。ユニクロ U の商品の端っこのサイズですね、一番小さいものと一番大きいものは結構ですねすぐに売り切れてしまうので、ぜひ皆さんも発売日当日に購入をしていただきたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では今期のユニクロ U の春夏の新作の中から僕が気になっているものをいくつかピックアップさせていただきました。まあ、この他にもいろいろあるんですが、まあ、正直ですねユニクロ U のアイテムというのは毎シーズン展開しているものなので、そこまで急いで購入することもないのかなというふうに思っています。そして気になるのが春夏に関してもですね JW アンダーソンだとかプラス J だとかこのあたりもですね展開する可能性があるので、気になったものをピンポイントで買うことが重要なのかなというふうに思っています。まあ、今日ご紹介したあたりをですね皆さんにも試着をしながら購入を検討していただければなというふうに思っています。実際の答え合わせに関しては実物を購入してまたですね発売日当日か翌日ぐらいになるかなと思うんですが、改めて撮影してみたいなと思いますので、ぜひそちらの方もお楽しみいただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。